最初のうち盛り上げていきますよ。Thank you.
い気分になってますか皆さん。1年もあっという間でもう11月です。あと2ヶ月で終わってしまいます。皆さんいろいろな思いを持ってこの学祭に挑んできたと思うんで、この気持ちを忘れず持っていきましょう。最後までラスト盛り上がっていきましょう。ただ一つのことが今を迷わせてるんだ。数え切れない